こちらの新田コミュニティ会館でリズム運動を行っているのは、クスノキクラブ第二新田長寿会の皆さん。こちらのクラブでは、コロナ禍の中にありながら、今年度も多くの方が会員として新たに加わりました。初めて来たのに皆さん声かけてくれたりして、1週間に1回2回がもう楽しくて楽しくて、ちょっと緊張しましたけどすんごく楽しいです。皆さんお元気に出ていらっしゃるんでほっとしてます。お年寄りの方でもね、何でも自由に動けるし、そのように合わせて作ってあるので、本当に楽しく皆さんやってくださるんで喜んでます。リズム運動の他にも、区内には趣味や経験を生かして毎日を元気に過ごしている熟年者の皆さんがたくさんいらっしゃいます。今回は住み慣れた地域で様々なことに取り組む熟年者の皆さんをご紹介します。地域で元気に楽しく活動されている区内の熟年者の皆さんについて、福祉推進課の中澤課長に伺いました。江戸川区は23区の中でも介護保険の認定率が非常に低い水準にあります。また後期高齢者の医療費ですけれども、23区で一番低い区でございます。まあ、こうした数字から見ると、江戸川区は元気な熟年者が多い区であるということが言えると思います。これは全国の自治体に先駆けて40年以上前から取り組んできた施策の成果だと思っております。江戸川区ではですね、いろいろな熟年者の取り組みを行っておりますけれども、今一番歴史が古いものはもう60周年迎えてございますが、クスノキクラブといういわゆる老人クラブがございます。クスノキクラブは60歳以上の熟年者の皆さんが毎日を元気に楽しく過ごせるように活動する団体です。現在184のクラブ、およそ1万4000人の皆さんが様々な活動を行っています。その活動の柱は4つ。熟年文化祭や合唱祭の開催など、さまざまな形で教養と信仰を深める教養の向上、敬老の日に合わせて開催される笑顔いっぱい長寿の集いや茶話会など、会員が交流を深めながらみんなで楽しむレクリエーション、子どもの見守りや町の清掃などのボランティア活動、そして爽やか体育祭やラジオ体操などに参加することで健康の増進を図る健康の保持です。今年7月にはクスノキクラブ連合会が結成から60年を迎え、総合文化センターで記念式典が行われました。今まで先輩が作り上げてくださった連合会60年の歴史の上に立ち、これからも熟年社会は自らの手での気概を持ち、もろもろの活動に邁進してまいりたいと念じているところでございます。クスノキクラブは内外に誇れる区内でも最も大きい組織となりました。皆様の豊かな知恵と経験、高い意欲は地域の方々のお手本となり、今日の江戸川区の礎となっております。より充実した毎日を過ごしていただけるよう、これからも環境の整備に努めてまいります。そんなクスノキクラブの代表的な活動がリズム運動です。
昭和55年にマンボやルンバ、ワルツなどをベースに考案されたこの運動は、これまで江戸川区の熟年者の皆さんの健康を支えてきました。現在では区内のおよそ180会場でクスノキクラブを中心におよそ210団体が参加して行われています。これはもう40年以上の歴史がありますが、健康保持であるとか仲間作り、こうしたものを目的としてリズム運動を実施しております。コロナ禍の中でなかなか活動ができない中でも、各クラブが工夫をしながらリズム運動を継続して実施しています。毎年10月にはスポーツセンターと総合体育館を会場にリズム運動大会が盛大に開催されています。コロナ禍の中で令和2年度は開催中止となりましたが、昨年度は映像でつながるリズム運動大会を開催するなど、新たな形で地域をつないできました。また平成30年度からは地域の枠を超えて会員が参加できるクスノキスポーツクラブを発足。現在6つのクラブが活動を展開しています。西葛西少年野球広場で白球を追っているのは、クスノキ葛西熟年野球クラブの皆さん。区内各地から野球好きが集まり、楽しみながら活動しています。こういう元気な親父が江戸川の資源ですから、楽しく愉快にやるっていうことが、一つの健康だよね。ピッチャーを務めているこちらの方は今年82歳になられました。気合の入った投球でチームを引っ張る、まさにムードメーカーです。ここに来ると元気になるんですよ。仲良しカバみたいなもんだけど、みんなね、楽しくやってます。クラブはですね、なんか家族みたいな感じですね。暇を持て余している方はぜひ参加してみませんか。暑さに負けず全力でスポーツを楽しむ姿、皆さんとても生き生きとした表情をされていますね。今このスポーツクラブもだんだん増えている状況であります。またこれからはですね、スポーツ以外にも文化活動、例えば踊りであるとか習字であるとか、そういった文化活動を通したつながり、こういったものを元にしたクスノキクラブも新たに展開していければと思っております。またその他にもですね、クスノキカルチャーセンターや様々な取り組みを行っております。クスノキカルチャーセンターは、熟年者をはじめとした多くの区民の皆さんが趣味や仲間づくりを通して生きがいを見つける生涯学習のきっかけの場です。現在区内6カ所の施設で様々な取り組みが行われています。葛西クスノキカルチャーセンターで活動されているこちらの方は今年95歳。しっかりとした足取りで教室に向かいます。受講している講座はシェイクスピアを楽しむ、物語の展開とともにその時代背景や文章の面白さを親しみやすい雰囲気で紹介してくれる人気の講座です。私昔好きでシェイクスピアも舞台をよく見に行って本も読んだりしたんですけれど、カルチャーでシェイクスピアを楽しむっていう講座があるって聞いたもんですからね、それで申し込んだわけなんです。好奇心、学生生活からもう何十年も経ってるじゃないですか。やっぱりそういう昔を思い出すっていうか、新しい知識を得るっていうのはね、すごく楽しいっていうか大きな刺激ですね。クスノキカルチャーセンターでは
この他にも様々な講座を展開しています。みんなで合奏する楽しさを味わえるオカリナの教室、ここで初めて楽器に触ったという方もたくさんいらっしゃいます。こうやってるってすごく楽しいし、なんか張り合いがありますね。やっぱり皆さんと一緒にやることと先生がね教え上手で、今では生きがいですね。書いてみたいという気持ちを大切に、それぞれの個性を伸ばした指導が人気の水彩画の教室。自由に好きなものが描けるって感じがして楽しいです。仲間たちが個性豊かな作品を作られているので、通うのが楽しいです。手芸好きの皆さんが集まるつまみ細工の教室では、秋に開催される文化祭に向けた作品作りが着々と進んでいました。いろんな細かいことも学べるので、すごいいい勉強になりました。皆さんにお世話になるばっかりですけど、まあ、楽しみに来ております。その他にも昭和50年にこれは全国に先駆けて江戸川区高齢者事業団を設立しております。まあ、いわゆるシルバー人材センターですけれども、これは元気な熟年者が就労を通して生きがい作りであるとか健康作り、こうしたものを通してですね、地域に貢献していただく、こういったことで活動をしていただいております。また平成28年度からは地域になごみの家を展開しています。このなごみの家は子どもから熟年者まで様々な人が相談であるとか、また活動したり、そういった地域の活動の拠点として整備をされています。まさに江戸川区が掲げる共生社会を具現化した施設でございます。熟年者の皆さんが元気であることが町の活力につながると思います。熟年者だからこそできること、これまでの経験を生かして元気な江戸川区を実現する、その先頭に立って生き生きとした生活を送っていただき、ご活躍いただければと思っています。住み慣れた町で生き生きと元気に活躍されている熟年者の皆さん、これからも皆さんの知恵と経験を生かしてますますのご活躍を期待しています。区のホームページでは生活に役立つ情報をお届けする江戸川熟年者応援サイトを公開しています。ぜひご覧ください。